これで終わる。いいえ、まだあの男がいる。良い月だな。協調ですね。何？来たか、宿敵。お楽しみのところ申し訳ございません。なんの良い趣向じゃったよ。さて、正念場じゃな。正行が華々しい初陣の戦果を挙げた数年後、正行には二人の息子が誕生した。我が子か。小さいものだな。そしてなんと私がこの手で守ってゆかねばならぬ命だ。たとえこの身に変えても。これそうだな、命を捨てて何を守れるものか。私はこの乱世を必ず生き抜いてみせる。イエス、覚悟。ああ、家臣死なせて自分は行きますか。何とでも言うがいい。わしは死んだ者のためにも太平を。気に入らん。お前たちも死んで奴の言い訳になるか。やれるものなら。元亀4年4月、
武田信玄は病に倒れた。武田軍は上洛を中断、甲斐への撤退を余儀なくされる。武田信玄の死から数ヶ月後、織田信長は浅井長政のこもる小谷城を落とした。信長の妹にして長政の妻であるお市は、長政に幼い娘を託され城を落ち延びた。お市様、こちらへ。危のうございますぞ。ささ、お早く。武田の滅びは避けられぬこととお考えだったのだ。では真田を共に滅ぼすまいと、あえて。なぜだ、なぜ諦めてしまわれる。なぜ生き延びるためあらゆる手を尽くそうとなさらぬのだ。そしてなぜ私は。父上、直ちに親方様の仇討ちを。無用である。父上、もっと大然となさい。どこの田舎から出てきたか知らないけれど。これは失礼いたしました。私は真田幸村、信濃の国衆真田昌幸の名代として。別に聞いていません。ははあ、茶茶様。幸村様。しました。いや、真田。沼田を取り戻すぞ。
我ら兄弟も存分に働いてみせます。沼田に入ればいずれ北条とことを構えるは必定。では我らは上杉に。いや、それではまさか徳川に着くのですか。真田は何者にも従わぬ。父上、半分では私たちになりませんが。つまりまだ死ねぬということだ。兄上、命を捨てることが真田の心意気ではない。私はそう思う。父上もきっと同じようにお考えだ。父上が。そのことを忘れぬよう、こうして私とお前で半分ずつ持っていよう。兄上、息災でな。兄上も。報告じゃったか、水なり。こちらを。表裏卑怯の者の。はっ、真田昌幸、油断のならぬものと見えます。真田。今のうちだよ、サスケ君。それが賢いとは思うんだけどね。まあそういう意味じゃあんたも賢くないからにゃ。はあ、あんたに言われたくないんだけど。私は三成に着く。父上、まことですか。太后へのご恩返しですか。どちらが真田に得があるか考えたまでよ。さようですか。私は家康様にお味方します。兄上。敵
天下を太平に導けるのは家康様のみ。三成の行いはいたずらに世を乱すだけと存じます。はい、分かった。お待ちください。父上と兄上が敵味方になど。雪村、お前はどうする？私は。我らは己の心に従って決めた。お前も己の心のままにせ。私は。私には守らねばならない人がいる。三成殿にお味方し、父上と共に戦います。そうか。父上、雪村、ご武運を。兄上も。どこ行くの？気づいてんでしょ。気が足りないんじゃない？動揺するような玉。本当に騙してたんだ。くどいね。雪村様を騙した。許せない。ムカつくけどやっぱいい腕だよ先輩。敵が私をそんな風に呼ぶな。やめよう。雪村様、こいつは私が。訳を聞かせてはくれぬか。ただの仕事だよ、真田を探るっていう。そうか。雪村様、戻るぞ。待てよ。俺はどうすんだよ、裏切り者そのまま。務めを終えたのなら戻るがいい。戻るとこなんか。あんたを撃たなきゃ俺には。首をやるわけにはいかないな。行き場がないのなら私のもとにいればいい。雪村様。この本当にバカなんじゃねえの！サスケ！我が動き、読んだのは見事。サルだ。情にこもった刃で我を撃てると思うか。俺は将と戦う気なんて。将士、任の妨げとなるものは撃つ。将。答えろサスケ、今のお前の任は何だ？任を忘れた野良犬には我が引導を渡してやろう。行き場がないのなら私のもとにいればいい。俺は雪村様の忍びだ。ならば己が任を全うせよ。はい。いかに信行の嘆願でも通るまい。真田がため四万の軍勢が釘付けになったのだからな。忠勝の口添えさえ退けられた。正幸雪村の除名はとても。
どうかお願いいたします。治らぬ。何をしておる。お主には謹慎を。処分は何としても直にお聞きしたかったもので。上田で足止めを食らい、関ヶ原に持参した件の裁きと伺いました。いかにも。ならば戸川誰よりこの秀忠にあり、秀忠を罰せねば示しがつきませぬな。秀忠様、何を。愛着ですか、それとも腹を切ってご覧に入れたがよろしいか。もうよい。秀忠様、父上、夜風はお体に触りまする。父上が何のために戦ってこられたのか、ようやく分かったような気がいたします。売り言葉に買い言葉よ。真田を守る、それだけを考えておった。真田を、お前たちを、太平だの、もののふの意地だの、さようなものと引き換えにできるほど我が手にあるものは安くはない。父上。されど同時に思うのだ、なぜあの時勝頼様と共に死ぬことができなかったのかと。いや違うな、ただ生きろと言ってやればよかった。そのためにわしが力を尽くそうと。それゆえ関ヶ原では西軍に。真田を守る、その思いは信行が見事に引き継いでくれた。真田は盤石のものとなろう。はい。お前には何も残してやれなんだ。許せ。父上、何を仰せになる。徳川を倒すという大望を父上は残してくれたではありませんか。そうか。はい。そうか。大阪城は三方を川に囲まれた難攻不落の城だが、南が手薄。その唯一の弱点をこの出城が埋める。真田丸ある限り我らは負けぬ。この親子は。観念されよ。やらせるか。乱世に後戻りはさせませぬ。
あとは任せたぞ、秀忠。終わりにしないか、雪村。で、あろうな。ご無沙汰しております。こうしてもう一度兄上にお会いできるとは思いませんでした。ああ、覚悟は変わらぬようだな。はい。ならばこれを渡しておこう。無用に願います。そうか。父上と私がため、兄上は一人過酷な道をお選びくださった。申し訳ございません。真田の覚悟、これにあり。はい。息災でな。兄上も。これで終わる。いいえ。ん？まだあの男がいる。育てるのではなかった。やはり野に打ち捨てておくべきであった。言って言い草、そりゃ恩をあだで返してるけど。せめて忍びとしての道など示さねば。こんなことにはならなかったのにってらしくないね、師匠。俺は雪村様の忍びとして戦えることが誇らしい。この生き方を与えてくれて感謝してる。サスケ。だから行くよ。来い。Ugh!
よ、太平を覆すことはさせぬ。見事なお覚悟、あれど押し通る。待て、雪村。雪村、真田左衛門之助、雪村水産。あいつの分も働かなきゃいけないんで。よい。雪村様。よいのだ。
やはり寂しいですね。そうだな。花のようなる日でより様を、鬼のようなるサナダが連れて、ここでもか。引き物いたよ、鹿児島へ。信行様。この声は。信行様。雪村、雪村。